あれか。そう、あれがこのくさび全体の力の流れの要。あれズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナ。技術の産物なのか。ダイヤか生き物だか知らねえが、おとなしく仕上がってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているかもわからん。わかってるって。そんなヘマするかよ。名称妨害しましたが、大体を思い出すのに。こっちまだやっと治った。アリスの元に刻まって、この気を使っちゃうぞ。エラプレッシャー一番他を死んだ。熱波扇風陣ブラッシュハウリング。何だよ。入りなれ。魔人剣ストーリー天空よっ。外さないわ。ブルーヘルシブル熱血絡めとる。発動熱血炎。大地の元に刻まって、俺の中の炎が。また総力発射。ロックブレイク変装。大地の元に刻まれ。選ばれた。ブーティング
しないでやろうか。火の精霊術よ。魔人ケト援護に回るわ。今だ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 。任せたまえ。行きまえ。天空少年パス。なんだこれ。火が止められちゃったよ。なんだ？リメル！危ない！戻れ！リメル、お前泣いてるのか。あんただって、聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのその声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。ビエザと戦った時に起きたことを。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、
溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンメルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろ。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かねリンメル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンメル、もしももしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さ、早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分